ロジャー・シャーマンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身で後に、コネチカット植民地の弁護士、政治家である。コネチカットのニューヘイブン初代市長となり、アメリカ独立宣言を起草した5人委員会の一人となった。申請なったアメリカ合衆国の会員及び上院議員も務めた。シャーマンは、 アメリカ合衆国初期の重要な4つの文書、同盟規約、アメリカ独立宣言、連合規約及びアメリカ合衆国憲法にすべて署名した唯一の人物である。トマス・ジェファーソンはかつてシャーマンについて、その人生で愚かなことを一度も話さなかった男が、コネチカットのシャーマン氏だと言った。シャーマンは、ジョン・アダムズらと共に、 アメリカ合衆国で最も強力で子孫の多い政治家一家の一つであるボールドウィンフォ・ホアーシャーマン家の先祖でもある。シャーマンはマサチューセッツのニュートンで生まれた。3歳の時に家族はボストンの南17マイルにあるストートンに転居した。シャーマンの教育は小学校泊まりであり、若い時は 靴のデザイナーをしていたが、物を学ぶ能力に恵まれており、父親やシャーマンを庇護した、ハーバード大学でのサミュエル・ダンバー牧師の所有する、良質な蔵書を利用できた。1743年、父が死に、母や兄弟と共に、コネチカットのニューミルフォードに転居し、そこで兄弟との共同経営で街では、初めての店を開いた。シャーマンはすぐに、市民や、 宗教的なことに顔を突っ込み、急速に町の指導的な市民になって、結果的にニューミルフォードの町の事務官になった。数学的な技能もあったので、1745年には、ニューヘイブン軍の軍測量士になり、1748年の年間には、天文学的計算も加えた。公式な法律に関する訓練がなかったという、事実にもかかわらず、シャーマンは、 土地の弁護士によって、司法試験のための勉強を進められ、1754年には、コネチカットのリッチフィールドで、法廷弁護士として認められた。1755年から1758年と1760年から1766年には、コネチカット植民地議会における、ニューミルフォード代表にもなった。1766年、 コネチカット植民地議会の上院議員に選出され、これを1785年まで務めた。1762年に治安判事に指名され、1765年には一般訴訟裁判所判事、1766年から1789年はコネチカット最高裁判所の判事となった。この1789年は、 アメリカ合衆国議会の議員になるために離任した都市である。イエール大学の財務官にも指名され、名誉文学修士号を授与された。長い間宗教学の教授であり、当時の偉大な神学者の何人かと文通も交わしていた。1783年、シャーマンとリチャードローが混乱し、古臭くなっていたコネチカット国の法律を大々的に改定する作業に指名され、 これを大成功のうちに終わらせた。1784年、ニューヘイブンの市長に選ばれ、この職は死ぬまで続けた。シャーマンは、アメリカ合衆国初期の重要な4つの文書、同盟規約、アメリカ独立宣言、連合規約及びアメリカ合衆国憲法にすべて、署名した、唯一の人物として、特に著名である。 三つの文書に署名した人物でも、ロバート・モリス唯一人である。アメリカ独立宣言を大陸会議に提出する様子。シャーマンは前に進み出ている五人委員会の内左から二人目。1775年にアメリカ独立戦争が開始された時、コネチカット知事の安全委員会委員に指名され、また、コネチカット軍の警視にも指名された。 1774年に大陸会議代表に選ばれて戦争が続く間、活動的に奉仕し、仲間の大議員の目に高い尊敬を勝ち取り、アメリカ独立宣言を起草した5人委員会でも働いた。1787年、フィラデルフィアでのアメリカ合衆国憲法制定会議では、連合規約を改定する方向に動き、後に、 コネチカット妥協と呼ばれる案を提案した。この案では、会員と呼ばれる一つの議員では、住民人口に比例した議員を各州が送り出す、ことにした。上院と呼ばれるもう一つの議員には、各州が、同数の議員で代表させることにした。会員は、人口3万人に一人の大議員とし、一方上院はその州の大きさに関わりなく2人と、決まった。マーシャルは、 コットンジンの発明者、イーライ・ホイットニーとは2代離れたおじおいの関係である。シャーマンの母、メヒタブル・ウェリントンとホイットニーの非ババ、エリザベス・ウェリントンが姉妹だった。総評ともイングランドのエドワード一世の子孫だと言われてきた。ウォーターゲート事件の検察官、アーチボルド・コックスは、土曜日の夜の虐殺の解雇で有名だが、ロジャー・シャーマンの直接の子孫である。 ありがとうございます。